次が病識陸書ってやつだね。これは簡単に言うと、偏った識別により私という自我意識観念は強まり、病識と呼ばれる状態になると。つまりこれは無明によって過去の経験があって、それによってこうなんだああなんだっていう識別作用が強まり、その識別の主体っていうかな、それが必要になるんですね。これがこの明識と言われる段階、つまり自我意識だね。自我意識が非常に強まる。で、自我意識あるっていうことは当然他者も必要になってくるんです。ここで言う他人っていうのは人間だけであって他の存在っていう意味だね。自分っていうのは独立しては存在できない。他があるから自分っていうのは存在しうるんですね。よって自分が形成されることによって自分以外、つまり他が必要になってくる。これが病識六書のプロセスですね。はい、じゃあ次、私があると言っても触れ合わなければ他があると言えないと。つまりこれは時間的配列ではないと考えてください。つまり自分が登場したことによってちょっと遅れて他が登場するわけではない。この自分、他人、接触、これは同時にしか存在し得ない。例えで言うと、お母さんと子供どっちが先っていう問題みたいなもんです。まだ子供を産んだことがない女性がいて、子供を産みましたと。子供を産んだ瞬間、その人はお母さんと呼ばれるんだね。これもどっちが先って問題ですよ。子供が産んで1秒遅れてお母さんってなるのか、子供が産むちょっと前にパッとお母さんやってお母さんが産んだってなるのかじゃないよね。子供の誕生によってお母さんと言えるようになるわけだけど、逆に言うとお母さんがいないと子供は生まれないというか、同時発生というかな。なら自分と他人と接触も同じです。自分がいなければ他人はいない。でも接触という要素がないと、この自分と他人というもの自体が成立し得ないというかな。もちろん他人も自分という存在がなければ他人とは言えないというかな。この3つっていうのは複雑にこう絡み合っている。はい、そしてその接触があり、苦か楽か、苦でも楽でもない、このいずれかの感覚が生じられる。しかしこれはさっきから言ってるように正しい絶対的なもんだよね。自分の経験とかが主体になってるから非常に偏った間違った経験だってことですね。で、これだけなら、ここでストップするならただそれだけなんです。ただそれだけっていうのは、今苦しかった、あるいは今楽しかった。しかし普通はここから割愛に移行する。割愛に移行するっていうのは、苦しいから嫌だ、あるいは楽しくていいなと。ここはちょっとポイントなんですが、お釈迦様は我々が苦しみを滅する方法として無明と割愛を切れって言ってます。この無明に関しては分かるよね。なんでかというと大元だから。無明さえ切れれば全てがありのままになるから、その人はもう何の苦もなくなってしまう。これは分かる。でも次に出してるのは割愛なんだ。接触して感覚が生じて、その後の割愛、ここで切れって言ってる。つまりここで切れってどういうことかというと、まだカルマが十分に浄化されてない場合、この世で苦楽を味わうのはしょうがないです。しかしそこに良し悪しの感情を乗っけるなと。例えば夏は暑い、しょうがない、食べ物食べて美味しかった、それは OK。 でもそれに対してもっと食べたいとかね、割愛を持つなと。ただ受け流すっていうかな、苦楽の経験を無頓着に受け流す。だってそこから先はもうカルマを超えるような高い下脱をしない限り無理だ。苦楽までコントロールできるとしたら、これは相当な段階です。でもそれはなかなか難しいんです。この世にいる以上はカルマによって苦楽を味わわなきゃいけない。この世に身を置いている以上は聖者とかでも苦楽を味わう。しかしその後の、じゃあそれを嫌がるのか、あるいは逆に執着するのか、これが違いなんだ。その嫌がったりとか執着したりする作用を止めてしまえば、少なくともその先はないと。だからまず我々は無明まで行くのは大変なんだけど、もちろん無明の断滅も目指す、それはそれで目指すとして、第一目標として、なかなか大変な第一目標だけど割愛を切れと、あるいは嫌悪を切れと。嫌悪っていうのは人に対する嫌悪だけじゃなくてね、いろんなことに対する嫌悪、暑いの嫌だ、寒いの嫌だ、こういう環境は嫌だとか、こういうこと言われるの嫌だと、その切ると。あるいはこうなりたい、ああなりたい、こうしてほしい、ああしてほしい、全部切れと。まあならお任せです。バクティヨガってそういう意味ですごいね、全てお任せと。お任せヨガ、お任せヨガをやっていたら少なくとも割愛は切れます。素晴らしいヨガだね。お任せヨガ、全てを任せて割愛と剣を徹底的に叩き切ると。それによって少なくここで十二縁起の川の流れは咳が止められると。でも普通は良い経験には割愛が生じ、嫌な経験には剣が生じる。でそれが何度も何度も繰り返されることによって固まり、古い言葉だと執着っていうんですが、囚われるなんだね。つまりこれがないといられないとか、これはもう生理的にダメとか、完全にこれは囚われだよね。その囚われによって「う」っていう段階になるんですが、この「う」っていうのが囚われによって我々がこの世に完全に結びつけられてる状態です。だって我々が囚われてるのは全部この世のもんだから。あれが食いたい、これが食いたい、あの女が欲しい、こういう環境が欲しい、あの地位が欲しい、あいつは嫌いだ、あいつは嫌いだって、全部この世のもんだからこんなことずーっとやってると、もう我々の心はガチガチにこの世に結びつけられるんです。この世に結びつかれることで生まれましたと。でその後が老死。ここで言う老死っていうのは、その流れから言うと、この世で受けなきゃいけないカルマが終焉に近づく、これが老いであると。でこの世で受けるカルマが終わった、これが死であると。でもそこで終わることはない。この世で受けるカルマっていうのは一部だから、自分の中に眠っているものの一部です。でそれが消費されてたら過ぎない。しかも消費されたと言えるのかっていう問題がある。つまり消費されつつ新たなカルマを積んじゃってるから、だから永遠に終わらないんだよね。これが我々の十二縁起による輪廻転生の繰り返しですね。
はい、で最後にじゃあどうすべきなのかっていう問題ですね。まず第一のパターンは、第一のパターンというよりもまずベースとして全員やるべきことは、この12円にそのものから逃れるのは難しいです。逃れられません。だったら内容を良くすればいいじゃないかって話だね。内容を良くするにはまず新たな悪語は当然積んでいく。どんな苦しいことになっても新たな悪語は積まない。そして悪い習性も作っていけない。どんなことになっても心をねじ曲げちゃいけないってことです。悪い思いを走っては消していけない。で逆に良いインプットね、徳を積んで伝言を積んで、あるいは物の見方を正しく変えていくと。これをちょっとじゃなくて何度も何度もひたすらひたすら繰り返すことで、やっと我々のカルマの流れが変わってきてね、12演技から逃れてはいないんだが、良い12演技の流れになるから、下脱はしてなくても非常に幸せになるというかね。これが第一番のベースだね。で第二番目として、割愛を断ち切ることを目指すと。割愛を断ち切れば完全なブッダとはいかないが、少なくとも輪廻から自由になります。これがいいんだ、これが悪いんだ、こうしたいんだ、ああしたいんだっていう割愛さえ断ち切れば、まだ情報データは残ってるけども、その人はこのようにいろんなことあるけども別に苦しくはないと、こういう状態になる。これがまあ最低限の下脱の段階ですね。だからこの下脱を目指すと。で3番目に目指すべきところが、根本的な無明の断滅であると。これはもうひたすらいろんな形で修行し続けるしかない。徹底的に修行してブッダのように全てをありのまま見る状態に持っていくと。で4番目が菩薩の道。この菩薩の道は簡単に言うと、あえてこの世で十二縁起で生きると。しかしその十二縁起っていうのは無明ではなくて、趣味良心や菩提心をもとにこの世で十二縁起を展開させる道ですね。この4つの道があると。まあ、4つの道があるっていうよりも、その4つを総合的に我々はやっていかなきゃいけない。もう一回言いますよ。徳を積み悪を滅し、あるいは苦しみに耐え、心の方向性を、物の見方を正しくすることによって、少なくとも正しいカルマの流れを作り出すと。で、自分の中の割愛と嫌悪を徹底的に叩き切ると。これによって輪廻からの脱却を図ると。そして、大元である無明を断ち切るために、いろんな修行をして、完全な悟りを目指すと。で、同時に日々、菩提心や菩提行の実践によって、この世で菩薩として存在できるような自分自身を作っていくと。これが我々の日々やる4つの修行ってことだよね。はい、最初にも言いましたが、これはちょっと難しいって感じる人もいるかもしれないけど、実際は簡単です。この仕組みはね、だからしっかりこれを学んで理解して、で大事なのは自分に当てはめることです。で日々その12年にのっとって考えなきゃいけない。あ、これは割愛が生じてしまったと、ダメだと。割愛まで言ってはいけない。例えばなんか夜カップラーメンが食べたくてしょうがないと。俺はいつも学生時代カップラーメン夜食べてたと。でも食べたくてしょうがなくなって、でもないと、もう落ち着かないと、はあ、もう何も手がつかないと、あ、俺のとってカップラーメンっていうのはすでに囚われまで行っていたかと、これはまずいことだと、あ、ダメだと、これをまた仕切らないと、またここでそれを強めてしまったらもう抜けられなくなる。たかだかカップラーメンのために輪廻転生したらどうするんだと考えて、その前の中に戻るわけだね。そういう公式が入ってたら、自分を分析していろんな場面でそれができる。それだったらとても利益があると思いますね。